少しCCR してないやと話書いてるので、私大阪の人間ですので、ざっくばらんしゃべるので、気軽に聞いてもらったりとか、はい、はい、お願いします。で、さっきちょっとテストでしゃべったんですけど、この私の話は今ユーストリームというので中継されています。この部屋そんなに大きくないので、今回私の今の話はもう静かですから、ここでマイクで拾って、実は向こうのコワーキングスペースで、聞いてもらっています。音は聞けると、そんな感じのことをやっています。なんか高橋さん声大きいなちょっとあの声で終わってから今あ、閉めてもいいんですか、閉まりますか、うん、はい、それじゃあ産後型 CCRC を目指しているということで、今回こういうところにですね、いわゆる遠隔サテライトという形の方が実は出来上がって、で実際にはここには企業が何社か入られて、だからブースという形で、長期的に自分たちの部屋を確保しながら、コワーキングといって、いつでもこう一緒に仕事をしましょうという、その非常に贅沢な施設を今回3本さんが作られました。で、テレワークの話はこの後、女性陣がパネルをするので、3時半から始めるのでよろしくお願いします。で、CCRC の話をしたい。あ、そうかそうか。ちょっと今。今実は私の話を、世界中に流してるんですけども、そのうち一部はビデオ会議という形で、こういう形で Google Hangout という無料のシステムなんで、それでテレビ会議は実はやって、実はこの時間は私ゼミの時間なんですけど、ゼミ悪いけど今日は休校で、君らはこっちに出たり、彼みたいにお手伝い来てないという形でやっている。時々これを使いながら話をしたいと思います。ちょっと今ボリューム高かったんで落としました。今日はこんな話をしたい。お手元に紙がありますので、年配の方すいません、字が小さくてすいませんまず自己紹介ちょっとしたい。それから CCRC というのは、アメリカから出た概念なんですけど、ちょっとその話を、します。その後で、産後庁は総合計画だとか人口ビジョンとかお持ちなので、それを踏まえて、私なりに、ちょっとここ1ヶ月ほど、入ってる大丈夫、はい、産後庁の、ビジョンなり CC が考えたので、その話をしたい。で、実は今日のセミナーは実は1回目ですプレもあったんですけども、あと3回ほどセミナーをさせて、その話も少し話をしたいなと思います。実は私ICT の専門家ですので、専門家から見たときにやはり何を考えるかという話をするので、これは今日そこまで話いかないと思いますので、徐々にじわじわ話をした、そんな感じですが、こっから下はこの話すると1日かかりますのであんまり軽く話をしたいな感じで思っております。で、自己紹介ですけども、一応大阪大学を出まして、大阪大学で20年ぐらいいまして、その後大阪市大で16年ぐらいいまして、今天山学院大学で情報系の仕事をしております。こういう形でいろいろやってるんですけども、大阪市のアドバイザーをやってみたり、今堺市の情報セキュリティアドバイザーとか、そういうものをやっています。その間実はここですね、1995年ぐらいから、ほぼ20年ちょっとぐらいですかね、いわゆる情報化、自治体の情報化を今までずっとさせていただきました。で、今回は産後庁の CCRC の事業化で、私なりにこう意見を述べてくれと言われたので、ちょっとそれを今やろうかなと、そんな感じで。今まで大阪市とか堺市というでかい町やってたんですけど、実は篠山市ですね、実はそこも篠山市の情報会も実は副委員長やってて、そこで例えばメガネをつけて、老人の、盲人の方がメガネをつけて後ろから監視カメラで見て、おじいちゃんおばあちゃんそこ危ないよとかいうのを実証実験やって、そういうことをやったりしています。ですから今回産後庁お伺いしたところ2万人ぐらいの町だそうなんですけども、その町の中で何ができるかっていうのを私なりに提言してみたりやってみたりと、そういうふうに思っています。で、ポイントは2つだと思ってます。1つはコミュニティというんですけども、皆さんの集まりを産後庁なりに、結論から先言ってしまうと横のコミュニティですね。ですから
ね、あのお年寄りの方のコミュニティ、あの大阪とかに働きに出ておられるようなコミュニティ、子育てをやっているお母さん方のコミュニティ、中学のコミュニティ、で小学校のコミュニティ、まあ、そういうコミュニティを大事にしましょう。でまあ、それは当然今あると思うんですけども、その中にきっと ICT、IT に強い人がいるでしょう。おそらく日本の SE さんは100万人というんですけども、100万人って1億のうちの100分の1なんですよ。だから私から見ると、だいたい IT、ICT に強い人って、1% から 3% がいらっしゃる。いろんなこうコミュニティで ICT に強い人がを一応キーパーソンにして縦のコミュニティをどんどん作られたいからですか。これは実は今回の私の三号庁に対する CCRC の提言です。ですから、あの後で話をしますが、CCRC はもともとその老齢者の施設でみんなで暮らそうという発想なんですが、それだと全然足りないものがたくさんあるので、それを今言った横のコミュニティにから IT に強い人を作って縦のコミュニティを作ろう。これは1番目の今日の提言。これを3月に最後またセミナーしますので、ちょっと提言という形で、また皆さんと話をしながら、いや三号地はもっとこんないいところあるよとか、そういうのを話を聞きながら、いやいや、そんな感じで思ってます。2番目のポイントは IT って難しいでしょ。しんどいですよね、スマホ使うの大変やん。で IT って今までは便利にするために使ってたんです。そうでしょ、便利になると効率化するとか10倍速くなるとか、なんか100倍良くなるとか使ってましたよね。そろそろ IT はそれもいいんだけども、のんびり暮らすための IT ってないというふうに今考えてます。だから変なメールは来ないようにちゃんとするとかね、電話も本当に欲しい時だけ電話がかけるとか、そういうようなシステムは作れないかとかなり前から考えてたので、そこをちょっと三号さんとちょっと考えながら一緒に考えた、その2点を話して、でこの話したらこれでおしまいなんですけど、これだけとつまらないので、ちょっと順番に話をしていきます。CCRC、お手元にはちょっと字が小さいんですが、一応コンティニューイングケアリタイアメントコミュニティだそうです。難しいね、継続的なケア付きの高齢者たちの共同体、これ実はウィキペディアから取ってきてます。ウィキペディアにこう書いてあります。ですからこれを取ってきてリターン入れただけですね。でこんな感じで見られてます。で仕事をリタイアした人が第二の人生を健康に頼ってマッチをしてアメリカから生まれたんです。これ実は高齢者で介護が必要な方というにかなり限定的にやられてるですよね。ところが三高庁非常に幅広く、さっきも実はオープニングで説明があったんですけど、待機児童がゼロだとか、お年寄りにも優しいとか、それから上の方にのどか村みたいな非常にのんびり暮らせるところがありますよね。でそういうふうに考えた時に、こういうふうに元気なうちに地方に移住して必要な時に医療と介護のケアを受けて住み続けることができる場所を指すと、アメリカの定義になっている。だところが地方に移住してっていうのもここ近いじゃないですか。天王寺からすぐ来ますよね。ちょっと三号さんは確定なんでちょっと辛いところがあるんですけども、王子からキックバックするっていうのがあるので、そう考えると結構近い町ですよね。だからもともとアメリカの的な発想、それからもう一つは、前回もちょっと言い過ぎたかなと思ったんですけども、東京の人の発想なんです。東京は人がいっぱいいて、でやっぱりリタイアムと近づいた人はやっぱちょっと地方に移住して、ゆっくりしてというのがどうもこの発想なんです。これは三高の場合は近いですよね。すぐ横に大阪があるし、そういうふうに考えた時にちょっと三高版の CCRC ってあるんじゃないかと思って、ここ1ヶ月ほど考えます。でその話をちょっと結論しゃべりましたけども、ちょっとルール話をしたと思ってます。で一応まちづくり総合戦略ということで、一応さっき5つあると町長言われてしまったんですけども、これが安らぎのあるまちづくりということで、そういうまちだろうということです。それから国としては、まち人仕事総合、創生総合戦略ということで、その中に、取り扱いがある。でもこの中で三号町の人口ビジョンというのがございます。これが三号町の人口ビジョンだそうです。2010年の人口の分布がこうなっていて、今2040年のピラミッドが下になっています。いろいろといろいろあるんですけども、要するにお年寄りだけじゃない、若い人もこれから
増えてくる。でおそらく町長は若い人をもっと増やしたいと思われている。そういう町づくりをしたい。で考えたときに、先ほど喋った CCRC のアメリカ版の老齢者が共同のところを作ってじゃなくって、縦に皆さんそれぞれにいろんなつながりを、例えばお孫さんを見るとか、それかそういうような形をされるのがおそらく産後、まあ、産後型かどうかわからないですけど、まあ、奈良かもわかりませんが、そういうのかと私は実は思っています。で、さっき少し話をしましたが、あ、ちょっと音量上がりましたね実は20日にあの私がプレイベントをしています。今日この話聞かれた方は何か知らない、今日も同じ話を実はするんですけども、そういう基礎講座というのをします。で今日実はあのこの話、まあ、45分しかないので、まあ、この前喋った話で少し結論についた三号庁は横のコミュニティがきっと終わりにあるの で横のコミュニティも作りながら、そのコミュニティの中にいわゆる ICT をある程度やれるキーパーソンを作りになって、縦の何かコミュニティを作られてはいかが、それはコミュニティというのかボランティア組織というのか NPO というのか、そこはいろいろ考え方の問題なんですけども、まあ、それをやれたらいいじゃないかと私は、考え、まあ、そういう話を今日はしようかなと。で、まあ、この後テレワークですね、この後あの同じようなメンバーで下田先生、大阪市立大学下田先生とから、もう会社の中でもすでにテレワークを実践されている、高畑社長とかそういう方と一応私が入っていろんなトークショーをここで、考えています。でその後2月11日実はここの休みなんですけど、土曜日は祝日なんで休みなんですけど、開けていただいて、ここで関根千佳さんという非常にあの CCR に非常に有名な方、女性を呼びして、まあ、ユニバーサルデザインというのは障害者に優しいあのこういろんなものをしましょうとか、いろいろ頑張っている非常に有名な方に来ていただいて、少しあの世界の CCRC か日本の CCRC、 あの彼女日本中を歩き回って CCRC を広めたいと思っている方ですね。彼女から見た時に、まあ、私の考え方がどうかというのを聞きながら、こういうような形をの、セミナーをやっていこうと、そんな感じで、思っています。で、まあ、最後は3月11日に一応まとめということで、もうほとんど提言はみたいにできてるんですけど、でも実際に参考長さんがやりはるかなというところがあるので、まあ、そこで3月までにちょっとあの、まあ、町長も含めて少し話をしながら、まあ、こういうふうな NPO を作られた時にやっぱり、町として、まあ、議会として少し補助金を出すとかね、なんか そんなことを施策されたらいいんじゃないかと僕は思うので、まあ、そこを、まあ、提言という形でやってみたいと、そんな感じで、思っています。で、もうすでにあの この1枚でおしまいです。で先に少し話をします。でまあ、一応産後型の CCRC ということで、まあ、一応年代はいろいろあるでしょう。でお年寄りから子供まで持続可能、どっかの設定でサステナビリティという難しい英語で言うんですけども、今じゃなくって5年後もちゃんと動いていて、10年後もちゃんと動いていて、20年後もちゃんと動いていて、まあ、50年後もちゃんと、そういうの持続可能だと言うんですけども、まあ、そういうような提言をすればいいのかなと、そういうふうに考えます。ところが5年後ってみんな分かんないでしょう。10年後は分かんないですよね。例えば2030年になるとケインズという有名な経済学者は1人3時間働けば十分だと今言い出しています。でなぜかというと、この後の調べはいわゆる人工知能ですね。皆さんの仕事を人工知能が助けてくれる、ロボットも助けてくる。ロボットとか人工知能が出てくると多くの仕事はそこがやってくれるんじゃないか。そうすると人間は本当に人間らしい仕事をすれば、それが3時間ぐらいで残るようになりますか。サッカーの先生中田さんがいるでしょ、もう今リタイアして、彼非常に面白いこと言ってて、真剣に遊びましょう。だから真剣にいかに遊ぶか、今はもうその時間をなんとか作って遊んでるんですけども、これから3時間しか働かなくていいという時代になると、きっと遊びという要素がきっと出てくるだろうって彼は言ってたりします。そういうふうに考えた時に、まあ、そういうような長いこうスパンを見た時に、まあ、5年10年20年さらに50年と見た時に、産後の街の中をどう作っていくかというのを少し考えられたらいいのか、それもやっぱり皆さんが考えられたんですよ。
皆さんが、まあ、お年寄りのいわゆるコミュニティも考えるし、当然子育ての方たちも考えるし、それから当然小学生のコミュニティもあり、中学のコミュニティもあり、当然普段はもう大阪へ出て行って仕事してて夜に帰るとか、そういう人たちも作りながら、やっぱりさっき話をしたように IT に強い人ってなかなかいないんです正直言って。私今68、もうすぐ69です。私の理想は何かというと、69歳で一番 IT に強い人になるが僕の理想なんです。だからもういろんな方向、こんな仕掛けいっぱいやってるんですけども、まあ、そういうふうに考えたときに、各年代にある程度できる人が出てくると聞きやすいですよね。全然知らない人が教えてもらえないけど、本当に親しい人が何かしたときに、じゃあちょっと教えてよって言い方ができたら、そうじゃないですか。例えば私 iPhone 持ってますよね。そうすると親しくて少し相手できる人が iPhone 持ってたとしたら、自分も iPhone をもらって、え、どんなアプリ使ってんのってアプリ見せてもらって一緒に使って、ちょっと困ったら聞くってやられるじゃない。それってわりかし年代が同じだとできるんですよ。例えば小学生に教えるのは何がいいかというと、中学生とか高校生です。僕らみたいな人が小学生中学生教えるんじゃなくて、中学生小学生に中学生高校生教えると、お兄ちゃんお姉ちゃんに教わってるという感覚になるんです。そうすると各層に IT に強い人を少し置きながら、その人たちがそのいわゆる横のコミュニティを少し教えていきながら、こんな盾も作りましょうという、なんかそういうモデルを参考さんが作られると、あの失礼な言い方すると、やっと箱ができたんですよ。そうですよね、こういうやっと箱ができたんです。問題は中身なんです。問題の中身をどう作っていくかというところがポイントになります。ハウリングする、大丈夫、これしかもビデオ会議やるので貼りにしてると思う、はい、大丈夫ですよね、はい、でそんな感じを作られたらいいのかな。なので横のコミュニティを作られて、おそらくあると思うんですけども、そういうコミュニティ、それからおそらく地域のコミュニティが必要だと思う。あの僕はすると何か山間部があるとかいろいろ聞いてるので、もうそれは大阪市、私大阪市なので情報してたのでよく言われてるんです。大阪市の場合はマンションがボコッとできるんです。で今までの町内会、その60、70、80の方が一生懸命やってる町内会に急にマンションができた。このマンションができた人を新住民と言うんですよ。新住民といわゆる旧の方がやっぱりなかなか合わない。それはやっぱり大都市としてやっぱり問題なんですよね。おそらく3号もおそらく一緒で、新しく来られた方が3号の失礼な言い方すると、しきたいだとか、町とどう合わせるか。やっぱりこれからいろんな考え方ができたい。そうするとやっぱりそういうコミュニティも作りながらも少し連携をしていくというような感じが、大事かなというような感じで思っています。まあ、これが私 のそれをこういう形で提言をまとめたいな。それをコミュニティ作りをどうするか、今日は議員さんを送っているので、町の中でどういう形のものを皆さんが提言できるか、特にきっとキーパーソンはそれぞれの年代のちょっと IT が知っている人に僕はなると思ってます。それを皆さんがどういうふうにされるかというのが、あの結構 IT に得意な人って結構変です変屈ない、まあ、僕はそうでもないですけどもそういうのいるので、まあ、そこの中うまく人付き合いというのは結構大事なところは、考えてもらっていいのかなと、そういうふうに思います。2番目、2番目に言ったら実はこれの話です。今まで IT は例えばインターネットは1993年ぐらいに初めてみんな使えるようになって、10年たち20年たちみんなが使えるようになる。でもインターネットできることによって東京一極集中でしょ。あらゆるものが東京行ったじゃないですか。実はインターネットを関西立ち上げた一人が実は私なんですけども、インターネット始まった頃にみんなから希望されたのは、やっと地方の時代が来るってみたいになった。ところが結局動かしてみたら情報がみんな東京行ってしまったになってる。でそういうふうに考えたときに、今までの、ICT、IT は要するに効率化を求めたり便利さばっかり求めて、要するに逆に下になってきたのんびりさを求める ICT ですね。私はロハスという言い方をしてるんだけど、例えば昼飯を2時間も3時間もゆっくり食べて、その間仕事の邪魔をされた、
でも本当に緊急はありますよね。よくあの横から紙回してるやつあるじゃないですか。ああいうようなこう本当に緊急な時だけはなんかちょっとなるような、例えば私今アップルウォッチしてるんですが、これ何かあるとプルッと震えます。で何かってふっと見ればいいわけで、別に愛を消すわけじゃないし、この人は広げるわけで、ふっと見ればここに何か出るんですよね。やっぱり何気ないものがこのアップルウォッチで実現されてるので、まあ、そういうもの道具も使いながら、やっぱりのんびりさを求めるような ICT がないかなということで、これ実はあの時修士論文のある女性にこういうことで研究させて、ロハスなあの、はい、ロハスな ICT という話をしたんですけども、それから、ちょっとやこまし、これはちょっとあの似たの試みでもらったけど、あ、これがそれ、はい、もう一つはここが大事だと思います。心の豊かさを ICT で作れないかなっていう思います。なんでそういう言い方をするかというと、効率化って何かというと、10倍効率化したら残り9、1ものが10やれますから9残るんですよね。で今までは効率化って何かすると10倍仕事せえって書いてくるんですよ。そうですよね。だから10倍効率が上がったら時間が短縮されるわけです。開くわけですから、空いてる間に仕事せえって今までの先生だったんです。でところがおそらくこれからは10倍いけば、おそらく例えば60分のうち5分で済むとしたら、残り55分は今までと違う人とのお付き合いね、人とのコミュニケーションのやればいいのかな、そういうふうに思います。あの大阪市の情報化した時に、あの職員さん非常に面白いことを言われて、税金の相談ってあるんですって。税金の職員の窓口があるんですって。税金の相談来るのはね、担当だそうです。本当に分からない人、あ、分からない人かな、あの税金が分からない。それから2番目はですね、あの税理士さんみたいな、制度が変わったんでどうなってますねって聞けば。3番目はおじいちゃんおばあちゃんが来るそうです。なんで来るか分かります？お話ししたいんですよ。だから税金の質問をするというふりをしながら、そこの職員と30分喋りたいんですよ。そうするとやっぱ職員分かってるんですよ。この方は喋りに来たんだと。本当は税金が変わったからどうしたらええねんというのは本当これが質問なんですけども、本当の本音は喋りに来られたんですよ。だからそういう場を作ればいいんだよ。そうするとさっき言ったように、あの例えば、1時間のやつを60分を5分で済んだとしたら、残り先だ55分とかそういうのをお二人に会えてできますよね。残りの方はもうビデオでいいんですよ。だって運転免許のやつでみんなビデオでおしまいじゃないですか。ビデオもできるし非常に簡単にできるし、ウェブでもやれますよね。で考えた時に効率化を求めとかちゃんとやりながらも、余った部分を今まではさらに効率化と言ってるんですよ。だから働きすぎとか。で実はそうじゃなくって、 IT、ICT っていうのは余った時間をいかに使うかということ、さっき中田、坂の中田さんはどういかに真剣に遊ぶかと彼は言ってるんですけど、あのいかに真剣に遊ぶかと、いかに真剣に旅行するかとかね、彼はそういうことで今あのアフターをやってるんです、まあ、そういう意味とそこが非常に思えるのかなに思ったりします。で心の豊かさって測れるかというと、これからだんだん測れるようになります。例えばアップルウォッチ、今私の心拍がここに出てます。10分ごとに私がドキドキしてるかというのがここに出たりします。そうすると豊かかどうかというのはある程度測れる時代にだんだんなってきたりします。おそらくこれからもさっき話したように人工知能だとかロボットが出てくることによって、皆さんのいろんなフェーズが局面がサポートされる時代になるということで、実はあのこの前のプレイではですね、相模市がロボットシティ相模ということで、またホームページのネットを好きな方はロボットシティ相模市2028というのをいっぺん引いてみてください。8分間の手塚プロダクションアトムが出てくる、非常に分かりやすいビデオが出てます。であと12年後にどんな街になるか、僕は専門家なんでツッコミどころ満載なんですけども、あのいい街ができますという字が書かないで、僕らがセキュリティの専門家なんでそれはちゃうやと突っ込むんですけども、まあ、そういうような街を、まあ、これからどう作れるかという時に、明らかに私のような ICT の専門家がいると、明らかに人工知能は少し進歩します。だから明らかにロボットが出てきて皆さんのいろんな作業をヘルプしてきて、その時にそれに負けないという考えになるって、そこは任せればいいんですよ。任せて自分たちは本当にやりたかったかと
やるというのが大事かなと思います。私実はICT の中でもインターネットやってたのでネットワークの専門家と一応言われています。実はネットワークの専門家で60を超えた方がすでに何人か農業を始めています。きっとなんかポッキリ終えたからという気もするんですけど、そうじゃなくて急にそうこう日々追われる生活じゃなくて、もう農業というまでいろんな IT を使いたい、そういうやり方をされたりしています。そうすると今まで発想は全て便利だとか効率化だとかぐんぐんやるとかいっぱい仕事せえとかそういう話じゃなくって、仕事はちゃんとするんだけども、実は何のために仕事をするかというと後の遊びのため、これ実はヨーロッパ型の考え方なんですよ。フランス人だとかそういう人は何のために働くかというと夏休み1ヶ月を旅行するために働くというのは基本的な発想なんですね。だから日本だったらそういうような感じになっていくべきだという、その時にここっていいんですよね。私大阪の人です。ですからずっとビルの中ですよね。家もマンションです。電車乗って奈良入ったら緑があるんですよ。日本って緑だったって車中思うんですよね。そうするとやっぱりいい街を自分たちの誇れる街をちゃんと使いながら、そこでやっぱりこの豊かですね。まあ、のんびりも構わないんですけど、やっぱり心豊かというのがある程度図れる時代にこれから。なってきます。結構簡単ですよ。だってドキドキしてたらそれは豊かではないし、心拍数がどういうと分かるので、まあ、そういうようなものにこれから徐々になっていくのか、そんな感じで、思っています。で、まあ、同じようなことを言いましたね。で実際私はICT の専門家なんで、ツールとコンテンツという言い方をするんですが、いろんな道具を使ってみましょう。例えば私今日いろんな道具、今 Mac を持ってきました。それでここに iPhone があり、それからここに iPad mini がございます。で実はこのポシェットにも Android 携帯があって、家にはロボットがいてて、もうあらゆるものを持っていて、それは何をしているかというと、そういう道具をいかに使えるかというのが、ね、ただしさっき言ったようにやっぱり各年齢で 1% から 5% くらい。例えば私は哲学院大学って、まあ、悪い言い方するとあんまり学生が来ない大学で、一生懸命高校生から人を集めようとしてます。でそうすると情報メディアというか、まあ、情報ですよね。高校に行った時に IT に詳しい高校生って頑張っても 5% です。ということは、まあ、大体1学年、まあ、大きいところだと300人ぐらい学生いますから、300人のうちの 5% で15人ぐらいなんですよ。そういう人たちを少し我々の、まあ、コミュニティに入れてやっていこうということを少し、考えていて、それから、まあ、コンテンツという、まあ、要するに中身ですね、まあ、今回こういう3号、奈良サテライト3号という箱ができたんですけど、このハードウェアでしかないです。でも実際にどう回すかという中身の問題なんですね。だからそこも少し考えるのがいいのかなと考えます。でまあ、一応さっきおっしゃったように持続可能なものにしたいので、持続可能ということは10年後、20年後、50年後も動いているものにはまず理想を考えましょうと。理想というのはきっとのんびりさを求める ICT やったり、心の豊かさを、求めるものになる。なんか直しなかったらすみません、直しておきます。まあ、持続可能性というのを考えてください。しょっちゅう僕はレジュメ間違えますのですみません。そんな感じで今、考えています。でちょっと向こうにいるので、大丈夫かな、入ってるかな、そっち消えたかな、大丈夫だっけ、で今の話を少しまとめてやりました。まあ、役割はこんなもんかなという考えています。まあ、ただ実際にはやっぱセキュリティの問題が結構あったりします。でこれからの問題はやっぱプライバシーの問題も結構出てきたりするかなと
そんな感じで思っています。で、まあ、クドラと喋りますけども、一応こんな時代なんですけども、いずれは人工知能が助けてくれます。いずれはロボットが助けてくれるというふうになります。でもね、やっぱりまだ大陸には不安です。ロボットも怖いです。人工知能も怖いです。でそう考えた時に、やはり当面は助け合うコミュニティ作りが必要かなと。実はここが一番痛かったんですけど、今回一番痛かったのは実はここのものになっても、最初から結論を喋ってしまったんですけど、横のそれぞれのコミュニティでやっぱ ICT に強い人材を少し考えて、その人たちが縦のコミュニティを作るという、でそういう街をすると、まあ、要するに切磋琢磨しますし、お互い頼るのはやっぱり同じ年代の方であったり、さっき小学生が中学生、高校生頼るように、まあ、そんな感じでやるのかなと、そういうふうに思っています。ですから、長い目で言うと、長い目というのはさっき相模市が2028年、12年後に相模市はリニアモーターカーが走って、もう家の中すべて、監視というと多い必要なんで、管理されていて、人はこのセンサーがいっぱいついていて、もう何かあったら助けてくれて、ドローンというあの空飛ぶやつが宅便運んでくれてという街を相模市は描いてあるんですけども、でもそれはまだまだ先です。でまだまだ先ですし、やっぱりさっき話したようにセキュリティだとかプライバシーの問題がいっぱい起こります。例えば今注目になっている技術の一つが自動運転です。車を何もしなくても動く。この前それで一人死にました。テスラの自動車が一人死にました。でそう考えた時にやっぱりいろんな問題がこれから起こるんですけど、それをなんかうまくこうクリアじゃなくてみんなで解決しながらこう動く時代になって、そう考えた時にやっぱりいずれはっていうのはこれ考えた時はもう現実です。さっき話したように2030年になると人は3時間働くで十分だと言ってる人がいるぐらいですし、もっと先の話をすると2050年になると資本主義がなくなると言ってる人が今言い出しています。シェアリングエコノミーというんですけども、これ分かりやすいのがタクシー、アメリカでは普通の人がタクシーを動かすというようなサービスが始まっています。ですからアメリカのある町ではイエローキャブと言われる有名なタクシー会社が潰れました。その民間の方が手を挙げてそこに雇用されて、タクシーを動かしましょう。だから普段、今日のテレワークじゃないですけど、普段は仕事をしてるんだけどもいい車を持ってて2時間だけはタクシーがやりたい。今無理ですよね、タクシーでも届けないもの。ところが今はそういう形でシェアリングエコノミー、自分の空いてる時間に例えば人を送りましょう。サンゴもそうですね、さっきおっしゃってましたけども、乗り合いのタクシーというのがありますよね。でそういうような感じでみんなで助け合うというのは今シェアリングエコノミーで、今その中の顕著なのが2つ、タクシー、もう1つは民泊です。普通の家に、ある時だけ泊めてもいいですよというのは、これは明らかに今2つのことしか見えてないんですけども、実はその後ろにあるのはシェアリングエコノミーです。みんなでエコノミー、みんなで経済生活をシェアしましょう。それをシェアしていくと何が起こるかというと、資本主義がなくなると言っている場合、本があります。限界費用ゼロという本があるので、もし興味あったら、NHK かどうか出している本です。なかなか面白い。でそういうふうに考えたときに、やはり3号で、生まれ、3号で育ち、3号の中でこう次に何かしたいときに、いずれやっぱ考えないといけないんですね。いずれある時はやっぱ最後に僕いいところはさっきちょっとしゃべったらやっぱり緑だと思います。だからやっぱりシリさんもあるので、やっぱりいつでもバーベキューできるじゃないですか。でもだからあそこになんか温泉作るって話も聞いてあ行って指とかなでそういうふうな参考らしい良さってあるじゃないですか。その参考らしい良さを残しながら、しかもこれから必ず起こってくる人工知能の世界、必ず起こってくるロボットの世界、そこをいかに調和させるか。でもいくら調和させても人は人なんですよ。やっぱり助け合うってとても大事なんですよ。まあ、その前信じ合うというのはあるんですけど、助け合うコミュニティをいかに作るかというときに、私は ICT の専門家から言うと、CCR 的な言い方をすると、横のコミュニティがまああるでしょう。まあ、場合によっては地域かもわかりません。で、そのコミュニティ、それから年代を
ごとのコミュニティの中に ICT の強い人がやっぱりいます。でそういう人たちが少し縦に作るようなコミュニティを産後型 CRC、CRT というと結構いいのかなというのが僕の非常に強い気持ちで、これ実はプレの時に何しゃべろうかを1ヶ月迷ったんですけども、その時の結論がそういう考え方になる。実は、私はインターネット専門家なんですけども、実は IT のコミュニティをまとめることもここ10年くらいやってます。ちょっと言い方悪いんですけども、関西のハッカーの集まりを年1回大阪の南港でやってます。口の悪い人は中野先生は関西のハッカーの黒幕やという、いや白幕や白幕やしてるんですけども、で、まあ、そういうコミュニティを今ずっとやっていってるんですよ。そのコミュニティ結構難しいんです。なんで難しいかって、コミュニティというのはボランティアなんですよね。だってお金もらってるわけじゃないし、好きにやってます。僕もやっぱりインターネット始まった頃からここ2、30年ボランティアというのをやってます。で、ある若い人に中野先生はボランティアって何て思いますってふっと言われた時に考えたのは、好きな人が好きなことをするのがボランティアです。それをみんながいいと思ったらみんなで一緒にやりましょう。だから基本は個人が好きなことをやりたいことを自分がやることなんですよ。でそれをみんなが認め合えばコミュニティになる。だから変な人が当然外れたりします。だから会社ではないし、その職場ではないので、やっぱりいろんなものが実は起こりますと分かりますよね。この人は中心になる人だって。そういう世の中にやっぱり一人ぐらい ICT に強い人を作ってくると、その人はきっと目先が見えるんですよ。目先は見えるんですね。5年後10年後20年後が見えたりします。で例えば大阪駅の北側にグランフロントってあります。実はグランフロントの北側の7階にこれと同じのがあるんですよ。ナレッジサロンって言います。実は森町長も含めて皆さん見に来られました。今回ナレッジサロンのアイデアをたくさん取られてます。廊下も綺麗、一番取られたのは椅子が全部違うでしょう。椅子が全部違う、ナレッジサロン、あれも実は、2013年から出てたんですけど、2005年ぐらいから大阪市に私言われて、当時大阪市内だったので、まあ、中野さんいろんなアイデアを出してくれた時に、まあ、いろんなアイデアを出しました。一番僕が出したアイデアは365日24時間集まれる街にしてくださいって言い方をしました。まあ、残念ながらちょっと問題あるので、それは28時まで開いてるレストランということで解決されたんですけど、まあ、ある程度いろんな街づくりというのを考えた時に結構大事なことがあります。なんで街づくりが大事かというと、街づくりって20年50年かかるんです。木を生やして20年ぐらい経って綺麗な木になるんだそうです。僕は IT 屋さんですよね。 Google、Amazon、Apple、そんな世界です。一晩で変わる世界をずっと生きてたんです。で、一晩で変わる世界をずっと生きてた人が急に中野先生、大阪の北側にこんな街作るのでアイデアを作ってくれて、なんて言われてるんです。無駄なものは作るなと。こんな難しくないですよね。で、その当時ですら僕は5年後10年後って5年後は読めましたけど、10年後は読めなかったんです。なんで読めなかったの？2005年から2017年に出てきた時に、その間に出てきたのは何やと思います？スマホなんです。2005年ってスマホなかったんです。2005年ってソーシャルメディアってなかった。一部ありましたけどね。それが時代ってことに物がどんどん変わっていくんです。だからさっき言ったように、今10年後20年後人工知能が助けてくれる、ロボットが助けてくれるけど、それやっぱり先なんで、ね、でもロボットは人なんで、きっと人は変わりません。そのあたりのコミュニティをいかに作れるかときに、コミュニティというのは会社とか職場ではないので、上司がいて部下がいてって世界じゃないです。やっぱり認められた人がやっぱりコミュニティの親分というかしてんですけど、そんな形になったりしまった。そこをまあ今どう作られるかっていうのがポイントかなと思います。大丈夫かな。あ、出た出た、大丈夫。ちょっとやるのでよろしく。で、まあ、一応いろんな形でコミュニケーションを少し変化をしてます。さっきソーシャルメディアって言ってる Twitter、Facebook、LINE というのがあったりします。例えば昨日も Facebook、 私メインは Facebook なんで、
見てたら、Facebook のユーザーは17億人だそうです。世界の人口70億ですよ。世界の人口70億のうちの17億が、一応仮にも Facebook は登録してる。みんながこれ使う時代です。で、これはどう使うかだけの問題なんですよ。だからもし希望があれば、また別のセミナーで喋ろうと思ってるんですけど、基本的には私は Facebook をメインにしてます。だから1000人ぐらいの友達になります。LINE は学生と喋るときしか使ってません。もうそれは私のポリシーです。で、学生と使うときもポリシー決めていて、土日もやるけど、昼間しか君らとは話せへんぞって言ってます。彼らは夜が好きですね、みんな。だから夜中でも来るんですよ。ポッポッポッポ先生、明日は何やるのと、今日もそう、先生、今日何日が集まりで集合です。来るんですよ。その時どうするかというと、5分か10分以内に返事します。というのはオンしてますから、そうそう、その後やると、30分も離れると寝てるから。何が起こるかというと、私が何かすると向こうでポンとなってる可能性があるんですよ。そこまで考えてやると、Facebook、LINE は基本的には夜はやらない。でも緊急時は答えずに。やり方でこう使い方をしたりします。それから動画配信、今日は Ustream というのをやってます。それから今回の動画はおそらく今、録画もしてますし、Ustream してるので、YouTube に上がります。前回の20日のイベントは、安井さんも喋ってるんですけど、安井さんの話もこれ全てこれすでに YouTube 上がってます。でそんな今時代になっています。でその中で今日はテレビ会議ということでちょっと覚えて帰ってもらおうと思って Google のハンドアウトを今ちょっと使ってます。小松さん、小松さん、はい、今ハンドアウト映ってます。今一人かな、残りいない。あ、そうか、時間終わりましたから、ね、ちょっとはい、どうぞ喋ってください。挨拶。はい、あ、はい、今声が出ました。順天堂学院大学泉が丘キャンパスの、ゼミの教室から、ハンガーとテレビ会にしております。ゼミね、3時で終わるので、みんな別の授業行ってるので、今かなりうちの准教授なんですけど、ソーシャルメディア担当准教授はちょっと顔出しをしてるんで、これも結構簡単にハングアウトという形で、できます。これ実は10人まで無料です。ただしネットワークは太いというのはちょっと僕らの言い方ですけども、ちゃんと取らないといけます。ちょっと失礼ですけど、ちょっと今日ここの無線がちょっと調子悪かったんで、今なんでやってるかというと、僕が持ってるこれを使ってます。このポケットワイファイを使ってます。ちょっと容量を気にしながらやってるんです。まあ、こんな感じで、やれたり、まあ、それ以外にも、Apple、いわゆる皆さんが持ってる iPhone、 それから iPad にフェイスタイムというのが付いています。非常に簡単にテレビ会議ができます。いわゆるビデオ会議。スカイプというものも基本的にはこういうのができたりします。これが実は先々週くらいからうちのゼミで、中野ゼミと小松ゼミでハングアウトの勉強会やってます。で、皆さん学生には帰ってしまったんですけども、基本的には10人ぐらい並びます。一番声の大きい人の顔が出ます。なかなか面白いですよ。だから一番声大きい声出すと、このグッと出るような、なかなかシステムになっていく。ですから、使うとめちゃくちゃ面白い。ただし、すべての情報は Google に取られています。まずそれは考えておきます。ですから、さっき、いいものに必ず裏側があるんです。裏側ってセキュリティであったり、プライバシーであったり、それはよく考えてもらったらいいのかなと思います。ありがとうございます。これ私の今、Ustream ですね。大体25秒から30秒ぐらい遅れます。向こうに上がってきてるので、まあ、そんな感じのような、こうユーストリームという、そういう形になってきたりします。はい、ということで、ありがとうございます。会長に映ってるかな、ユーストリーム大丈夫ですか。音声はどうですか。音声。音声はどうですか。音は音声も。あ、大丈夫ですか。はい、はい、わかりました。はい。はい、今はこれビデオ会議なので、ほとんどリアルタイムです。このユーストリームはやろうかな。ちょっと小松さん、その前にしといてね。動きましたね。まだ動いてないでしょ。25秒か30秒に動きます。
だから過去が見えます結構面白いことでバックトゥザフューチャーみたいな感じで、あのこういう世界実は僕1999年ぐらいからやってます。だから YouTube してもない時代からやってて、それこう300万ぐらいお金使ってこういうのやってたんです。それやるとみんな誰でもできる。でもこれ怖いでしょ。例えばお茶の間の風景をユーストしますってやるとできるんですよ。うち女房怒ります。お父さんうちのそんな2000円で置いてて、家具2000円で置いてて怒りましたね。でそういう時代になったことは確かにいいな。例えば今フェイスタイムも新しい機能でライブという機能を今フェイスブックは入れてます。とライブを押すと今やってる人が出るんですよ、まあ、ある意味いろんなソーシャルメディアに生き残りをかけて彼らをやってるんですけども、そういう意味でいろんなことができるかと思います。ということで、あの一応会になって次に引き継がないという終わりだと、一応覚えておいてください。一応コミュニティ作りをこれから3号やりましょう、から長い意味で言うと豊かになりましょうというふうに僕は思っているので、後ろの豊かな話は僕ちょっと頑張りますけども、コミュニティ作りは皆さんでやってください。私はたまに来ても無理なので、そこは皆さんで話をしてもらっていいかな。どうもありがとうございました。その間もすぐに来るから。